見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。乳幼児向けに販売されている同一のパンを食べた生後10ヶ月と11ヶ月の男児2人が窒息する事故が起きていたことが、国民生活センターへの取材で分かった。このうち10ヶ月の男児は死亡した。当センターは商品の大きさや硬さに問題があったとして、消費者への注意喚起のため近く公表する。製造会社は、事故を受けて対象年齢を10ヶ月頃から1歳以上へと改めており、今後、パンを柔らかくしたり、一口で口に入れられない大きさに変更したりする。事故が起きたのは、大阪府河内長野市の金蔵製菓が製造した、かぼちゃと人参の野菜パン。当社によると、一口大のパン、縦約2、5センチ、横約3、5センチ、の厚さ約2センチ、45グラム分け入った商品や、70グラム分け入った商品などがある。2商品で2020年は計約190万袋出荷したという。センターなどによると、昨年3月、沖縄県で生後10ヶ月の男児がパンを喉に詰まらせて窒息し、病院に運ばれたが死亡した。保護者が目を離した隙に自分でパンをつかみ丸ごと口に入れたとみられる。ふやけたパンが喉の奥まで詰まっていたという。また、今年6月には静岡県で11ヶ月の男児が喉に詰まらせたが吐き出し、命に別状はなかった。当社の説明によると、45グラム入りパッケージには最初の事故当時、表に対象月齢を10ヶ月頃からと記載し、裏には、お願い、事項として、喉に詰まらせないために子供が横になっている時やおんぶしている時は与えないこと、月齢はあくまで目安、うまく飲み込めないことがありますので、中略、必ず大人の方が注意してあげてください、などと書かれていた。乳幼児以外にも食べてほしいとして、70グラム入りの商品にはこれらを記載しなかったという。しかし、死亡事故を受け、今年2月の製造以降、表に対象月齢を表記せず、噛み切る力の弱い乳幼児や高齢者の方などが、1個丸ごと口に入れた場合に、喉に詰まらせる恐れがありますのでご注意ください、と記載。また2面のお願いも赤字に変えて、1歳頃からご使用いただけますが、月齢はあくまで目安、うまく飲み込めないこともありますので、飲み込み終わるまで必ず注意して見守ってあげてください、などとした。商品は現在も全国のベビー用品を扱う店や通販サイトで販売されている。センターは調査結果として、他の製品と比べ、硬さや大きさの面で喉に詰まるリスクが高かった。調査に関わった、武蔵野赤十字病院口腔外科の道脇幸宏歯科医師も、口の中に入れると唾液を吸って膨らみ、溶けにくかった。硬く弾力性もあり、歯が生え揃っていない乳児が噛むには難しい製品だった、と指摘する。厚生労働省の授乳・離乳の支援ガイドは、生後9から11ヶ月の乳児に与える食事の目安を歯茎で潰せる硬さ、としている。消費者庁によると、乳児向け食品の形状などに関する国の基準はないという。当社は、昨年6月に日本小児科医から死亡事故の指摘を受け、事態を把握。2件目の事故発生後にセンターから聞き取りや商品の問題点の指摘があったと説明している。社長は、子供の成長具合や近くの保育園の園児らに食べてもらうなどの確認をして販売した。お子さんが1個丸ごと食べることは想定していなかった。うちの商品でそういう事故が起こったことは、かなり厳しいことかなと思う。申し訳ない、と話す。当社は来年1月にも、パンを柔らかくし、1個の大きさを縦約3、5センチ、横約6センチに変更し、口の中に1個丸ごと入らないサイズにする、という。また小さくちぎるための切れ目も深く長く入れるとする。従来品の賞味期限は45グラム入りが180日、70グラム入りが90日だが、回収はせず、順次新商品に切り替えるという、前田あかりや、小林未来。